ティタニスは、フォルスラコスカに属する巨大な肉食性の飛べない、鳥の属。新第三期先進予から第四期後新予にかけての、約490万年前から180万年前の北アメリカ大陸に生息し、後新予前期ジェラシアンに絶滅を迎えるまでの310万年間に、渡って繁栄した。背丈は2.5メートルに達し、 体重は1 5 0ラムと推定されている。ティタニスと他の鳥の側根なかわ骨を持つピアス・ブロデコープ、俗名、タイターナスは本族の体格を暗示し、オリュンポス中に神に先行する古代ギリシャ神話の巨人ティーターンに由来する。小子名のアレリーは、ホロタイプの収集家ベンジャミン・アイワーラーの名を取って名付けられた。北、アメリカでは、先進予前期から、 更新予前期にあたる約500から200万年前にかけて生息していた。フロリダ州で3カ所、テキサス州で1カ所から化石証拠が発見されている。フロリダ州ギルクリスト群の発掘現場は300から200万年前にあたり、ティタニスの化石標本41個のうち27個が発見されたサンタフェリバーはギルクリスト群に位置している。他に ティタニスが発見された場所にはフロリダ州ポートシャーロットとインリスがある。フロリダ州以外で発見された唯一の化石はテキサス州ヌエセス川である。1万5000年前までティタニスが生存していたことを示唆する化石証拠も発見されているが、マッファデンによる年代測定の結果はそのような遅い時代であることを否定しており、 基地のティタニスの化石は遅くとも200万年前のものになる。ティタニスはフォルスラコスカと呼ばれる飛べない鳥の一つであり、この動画の中では最も新たな種の代表格である。フォルスラコスカは南アメリカ大陸に起源を持ち、ティタニスはフォルスラコスカで唯一アメリカ大陸間大交差の間に大陸を出した族である。ごく近縁な族であるアンダルガロルニスステウレティノ、 研究では、ティタニスワレリオ予すべてのフォルスラコスカチ類の頭部と頸部に関する新たな情報がもたらされた。アンダルガロルニスの頭骨の研究において、これらの鳥が水平方向に頭を動かすことが難しかったことが判明したのである。しかし、頭骨の前後の動きは凄まじく、ティタニスも巨大な頭部を獲物に叩きつけて死に、いたらしめていた可能性が高いと考えられている。 古代三季赤月新生から新代三季中心世にかけて北アメリカ大陸には関連する肉食性鳥類のバトルニスカが生息していた。彼らはティタニスや他のフォルスラコスカの祖先ではないが同様の生態的地位を占め背丈2メートルを超えるという同等の体育を誇るパラクラックスのようなものもいた。彼らはティタニスが北アメリカ大陸に到達する以前 約1500万年前に絶滅を迎えた。復元図体高は2.5メートルに達し、体重は150キログラムと推定されているが、差異が大きく、これは性的苦型によるものであると推測されている。頭骨は発見されていないものの、他のフォルスラコスカと同様に、大きく斧のような形状をしたくちばしがあったと思われる。翼は小さく、飛行に用いることは不可能だった。 翼の骨は特異的な関節のような構造でつながっており、ある程度曲げられることが示唆されている。一方で手首は比較的硬直しており、他の鳥のように腕に対して手を折り曲げることは不可能だったとされている。この特徴から RM チャンドラーはドロマイオサウルスのような飛鳥類型獣脚類恐竜の手と同様にかぎ爪のある可動式の手を ティタニスが持っていた可能性があるると指摘しているただし、翼の関節は、北に住み、特有のものではなく、ものを握ることができないのがんもどきかにも共通する。また、北タニスは、南アメリカ大陸に分布した、禁煙な属フォルスラコスやデビンケンジアと類似しているが、太く短い首や重厚な体格でこれらの属と、区別される。 体の構造について判明している部分は少ないが、デビンケンジアよりも足の幅は狭く、中央の指先は太かったと見られている。ありがとうございます。